井上聡君。日本共産党の井上聡です。4月の質疑で継続中のミャンマーへの ODA について一旦停止して総点検をして、まあ、国軍に資金が流れるものは中止するよう求めました。外務省からはですね、国軍の利益を目的として実施している事業はないという答弁でしたけど、まあ、そんな事業があったら大変なわけであります。そしてこの間国軍の利益につながっているということは指摘をされてきたんですね。ミャンマーの国軍は国庫予算とともに自らが所有経営する企業のビジネスを資金としています。その中心がミャンマーエコノミックホールディングリミテッド MEHL、 そしてミャンマー経済公社 MEC の2つです。で、国連人権理事会がのミャンマーに関する事実調査団が2019年に報告書を出しております。ミャンマー国軍の経済的利益についての報告書、これによりますと MEHL は国軍幹部が経営に深く関与しており、株もすべて現役および退役の将校、連隊や部隊、退役軍人が所有している。また MEC は防衛省が全面的に所有支配しているとされています。そして MEHL や MEC と両社の子会社が生み出す膨大な収入の大半は政府の公式予算に取り込まれず、人道に対する罪を犯している可能性が高いとされる国軍の資金となっていると指摘をしているんですね。この2019年の報告を受けて日本の経済支援は見直さなかったんですか。岡田審議官。お答え申し上げます。ご指摘の国連人権理事会の報告書におきます記述は承知してございます。いずれにいたしましても、我が国のこれまでの経済協力は、ミャンマー国民の生活向上や経済発展に貢献し、また人道的なニーズにも対応することを目的として実施できてございます。ミャンマー国軍の利益を目的として実施しているのではないということでございます。井上聡君。目的としてなんて言ってないんですよ。目的としてないのに、結果としてこうなってると、こういう指摘がされてるということに対応しなかったのかということを聞いてるんですね。逆にこの報告書の直後ですね、19年の10月にミン・アウン・フライン国軍総司令官が来日をして、茂木外務大臣とも会見されておりますし、安倍総理とも表敬訪問をされて、まあ、経済援助の拡大を要請をしているわけですね。私はやっぱりこういう時に見直しが図れるべきだと思うんですが、そのまま続きました。まあ、そういう中で、今回の軍事クーデターです。で、外務大臣は先週金曜日の記者会見で、このままの事態が続けば ODA を見直さざるを得ない可能性があると考えておりますとして、その考えを実際に伝達してきておりますと述べました。で、まあ、マスコミは ODA 停止しさと報道もしたわけでありますが、いつ誰に対して具体的どういう内容を伝えたのか、まあ、このままの事態が続けばというのはどういうことなのか、大臣いかがでしょうか。茂木外務大臣。まずミャンマーに対する ODA でありますが、まあ、昨年私は秋にですね、ミャンマー実際に訪問しております。その際にですね、アウン・サン・スー・チー、まあ、国家最高顧問ともお会いをしておりまして、日本がミャンマーにおいて行っている ODA、海外、開発援助、さらには民間投資、これは、アウン・サン・スー・チー、最高顧問、さらには NLD、こういったところからも要請を受け、高く評価をされてきたものである。決してですね、国軍だけの要請によって行ってきたと、こういうものではないということを、ぜひご理解いただきたいと思っております。その上で、先日のですね、G7 の外相会談におきましても、ミャンマー情勢につきまして、このような状態が続けば、さらなる措置を、取る必要がある、これが、G7 外相の一致した見解でありまして、それを声明に、盛り込んだところであります。日本としてもですね、今、ミャンマー国民も国際社会もですね、このままの事態ではいけないと、こういう強い認識を持っているわけでありまして、事態の、まあ、改善に向けてですね、このままであったら、
日本としても ODA を見直さざるを得ない、さらには民間についてもですね、日本からの投資、これまでかなりな規模があったわけでありまして、今後も期待をされるんですけれど、民間の投資もですね、おそらくそのような形にはならない、こういった懸念についてはミャンマー側にしっかりと伝えております。ただこれは今後の対応もあることでありますから、誰が誰に伝えたと、こういったことについて控えさせていただきたいと思います。井上哲司君。軍事クーデターから3ヶ月半経って、市民の粘り強い復讐運動が、行政や経済、社会の多くを機能不全にしております。国軍はですね、この復讐運動に対する弾圧取締りを強化をして、そしてさらに国軍に指名された新たな選挙管理委員会が21日、不正選挙を行ったとして、NLD を回答処分にすると、こういう方針を示しているんですね。ですから、国際社会の批判に全く耳を貸さない事態をさらに悪化をさせようとしているときでありますから、私は、こういう悪化に政府の方針が対応できてないんじゃないかと、もはや、ODA の中止を、決断をすべきときだということを強く申し上げておきたいと思います。その上で次に、途上国の新型コロナのワクチン支援についてお聞きします。パンデミックの克服には、日本はもとより途上国への医療ワクチン供給の支援が必要ですが、24日の WHO の総会で、テドロス事務局長は、世界のワクチン接種の 75% がわずか 10% のわずか10カ国に集中していると述べております。日本はCOVAXファシリティに取り組んできましたけど、今年中に途上国人口の 30% に当たる18億回分のワクチンを供給する目標に対して、必要となる資金83億ドルに対し、17億ドルが不足をしていると言われております。菅総理が18日の夜に、アフリカの経済支援のための首脳会合へのビデオメッセージで、COVAXファシリティに対して、すでに拠出した2億ドルに加えて、できる限りの貢献を行うという考えを示したけど、7億ドル程度を新たに供出する方向で調整中という報道もあります。実際、どういう規模の貢献をするおつもりでしょうか。茂木外務大臣。新型コロナの各国で、これが収束に向かってもですね、世界のどこかにウイルスが残っていれば、感染再拡大 の、危険性というのは残るわけでありまして、そのためにはワクチンの生産だけではなくてですね、世界全体でワクチンへの公平なアクセスの確保であったりとか、普及を加速していくことが極めて重要だと考えておりまして、こういった考え方に基づいて、我が国はCOVAXファシリティ、これ、昨年の6月に創設をされたわけでありますが、この設立当初から制度設計の議論に積極的に貢献してきておりまして、資金面でもですね、これは大きなCOVAX全体のあれがあるんですが、そこの中でも途上国向けの枠組みにすでに合計2億ドル拠出をしているところであります。そして来週6月の2日にはですね、ギャビーと共催でですね、COVAX ワクチンサミット開催する予定であります。途上国の人口の 30% をカバーすると、金額的に2021年、本年末までにですね、83億ドルが必要とされておりまして、資金ギャップが17億ドル、現在あるわけでありまして、この資金目標を達成すると、もちろんその上できちんと調達をして分配すると、こういったですね、ことも必要になってくるわけでありますが、途上国にですね、安全性、有効性、品質が保障されたワクチンをですね、公平により多く届けていくと、このことが重要だと考えておりまして、我が国としてですね、これ、共済をするわけですから、17億ドルの中で、額が決まっているわけではありませんけれど、しっかり他の国にもぜひ、これに対してですね、プレッジをしてほしい、拠出をしてほしい。お願いをする立場にふさわしいようなですね、プレッジができるようにですね、調整していきたいと考えております。井上哲司君。途上国へのアクセスの確保のために日本が役割を果たそうとしている、大変重要なことだと思います。同時にですね、やはり供給とともに生産が足りないっていう問題があるんですね。で、昨年10月に WTO の知的財産権理事会トリップス理事会で、インドと南アフリカが
この新型コロナウイルスに関するワクチン、医療用品にかかる4つの知的財産権、特許、意匠、著作権、開示されていない情報の保護を、感染拡大中は一時的に免除するという提案をいたしました。現在まで途上国や新興国を中心に100カ国が賛同しておりますが、この間、TRIPS 理事会で賛同国とアメリカや EU などの反対国の間で議論が続けられてきましたけれども、膠着状態であります。両者が対立している論点は何か、そして日本はどういう対応してきたのか、いかがでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、2020年10月にインドと南アフリカが提案し、ワクチンの特許権などの保護義務の一時免除やその他の措置がどのような形であれば、ワクチンの国際的な生産拡大および公平なアクセス確保につながるか、国際的な議論が続いているところでございます。インドと南アフリカは、コロナ対策として医療品への手頃な価格と迅速なアクセスの実現を目的として、WTO 協定の一部の規定の履行義務の免除を主張し、知的財産がそのような目的の障害となっていると主張しております。一方、反対国からは、知的財産がそのような障害となっている事実は確認されないこと、知的財産の保護義務を免除しても、国際的なワクチン等の生産拡大や公平なアクセス確保につながらないこと、知的財産の保護を前提とした先発製薬企業からのノウハウの提供や技術移転といった企業の自発的な協力がなければ生産拡大に資さないという意見も出ております。我が国としましては現在続いておりますこのような議論に WTO の TRIPS 理事会等の場で積極的に参加をしてきておるところでございます。井上聡君。そういう中でですね、これまで反対してきた米国のバイデン政権が5月5日に、このワクチンの特許の免除に賛成の意向を示して、今後の WTO でのテキストベースの交渉にも積極的に参加すると述べました。大変大きな一歩だと思います。WHO のテドロス事務局長は、新型コロナの戦いで歴史的価値のある瞬間だと歓迎をし、EU の中でも態度の軟化しているなどの動きが見られます。こういう米国の認識の変化および国際的な世論の変化についてどう受け止めているのか、そして今積極的に議論に参加をしてきたと言われましたけれども、6月にはTRIPS理事会の公式会合が行われます。日本はどのようなこの問題で態度表明をするおつもりでしょうか。茂木外務大臣。今ですね、インドはじめ多くの国でですね、感染の拡大、若干収まっているといいましてもですね、1日20万人近いその感染者が出ると、また死者も増えると、こういう状況にあってですね、これはワクチンの技術を持つ国も含めてですね、世界全体で取り組んでいかなければならない、こういった観点からですね、バイデン政権も保護義務の一部の免除についてこれを支持すると、こういう方針を出したわけでありまして、テキストベースの交渉にも参加をすると、日本としてもこの交渉には参加をしていきたいということはすでに申し上げているところであります。その上でそういったことを進めながらですね、先ほど四方局長の方からもありましたようにですね、実際にどういう形を取ればですね、国際的な生産が増えるかとか、公平なアクセスにつながるかということが重要でありまして、この特許の問題もありますが、ノウハウとか技術移転、実際にそれが進まないとダメだという問題であったり、生産設備、一部の部材が不足をしている、こういう問題もあるわけでありまして、一つ一つボトルネックを解消していくと。さらにはですね、国に届いてもそこから本当にですね、接種の現場まで持っていく、ここでですね、なかなか特にファイザーであったりとかですね、モデルナ等々につきましては、低温で貯蔵保管をしなきゃいけないという問題もあるわけでありまして、コールドチェーンの整備であったりとか、さまざまな課題があるわけでありまして、そういったことを一つ一つですね、乗り越えていくことが必要ではないかなと、こんなふうに考えております。井上聡君。さまざま言われましたけど、日本としてはこの生産拡大のための特許権の放棄自体は反対するものではないということでよろしいですか。茂木外務大臣。
どういった形の特許権の放棄のですね、具体的な内容、まあ、こういったものにもよると思っておりますけれど、日本としてですね、その他の国がこういったことに前向きに取り組む中でですね、日本だけ待ったをかけると、そういうことをするつもりはありません。井上聡君。これワクチン特許免除を主導しているのは南アフリカなんですね。背後にはエイズ禍で庶民に治療薬が十分届かずに、まあ、多数の死者を出したと、まあ、こういう教訓がありまして、2000年代前半のピーク時には毎年50万人以上が感染をして32万人近くが死亡するという深刻な事態があった、まあ、そういう教訓から今回も強く主張されています。米国の USTR のタイ代表はこの特許免除を支持する声明で、これはグローバルな衛生の危機であり、新型コロナウイルスのパンデミックという非常事態には非常手段が求められると、こう強調しているんですね。まさにこういうエイズの時の教訓、そして今非常事態だというもとであればですね、それにふさわしく特許免除というね、やっぱ特別の対応に私は大いに賛成し推進をすべきだと思いますけれども、改めていかがでしょうか。茂木外務大臣。先ほど申し上げているようにですね、日本としてもそういう立場でありますし、キャサリン対USTR 代表とも私直接話を、まあ、こういったことも含めしておりますけれど、もちろんそういう問題をやるのと同時に何がボトルネックになるかと、このことは常々このコロナの対策をする上で考えなくちゃいけないと思っておりまして、例えば日本国内を見ましてもですね、私昨年の夏ぐらいから絶対にワクチンだって言ってたんですよ。もうワクチンが鍵を握ると、なかなかそうはならなかった。で、今年になってこのワクチンってなった時にですね、まずは調達が遅れてしまうと、この量を確保しなくちゃならないと、これでどうにか量を確保した。私も EU とは相当話をしました。遅れずに日本に入ってくるようにということで、今度はどちらかというとですね、先ほどの大塚委員の発言じゃありませんけれど、打ち手が足んないわけですよ。だから考えればいいんだと思うんですね。そういったことをいろんな、例えば看護師の方でもですね、免許を持ってながら一旦なんていうか結婚してお辞めになった方っているわけですし、いろんなアイデアっていうのはあるんじゃないかなと思っておりまして、どっかでスレッシュホールドを超えると、これが完全にですね、集団免疫になる75とかその数字じゃなくても、ある程度のスレッシュホールドになると、かなり状況というのは変わってくるわけですから、そういうものを日本でも作っていくことが必要でありますけれど、国際的にもどうやったらその、さまざまなボトルネックを解消できるのかと、こういう観点から議論していきたいと思っています。井上聡君。みんなが安全になるまで、誰も安全でもないということを、立場でぜひ推進をいただきたいと思います。終わります。